はい、ご紹介ありがとうございます。私、サッカー J リーグ東京ヴェルディの佐川と申します。本日、貴重なお時間いただきましてありがとうございます。私、東京ヴェルディのスポンサーセールスの部門で責任者をしております。本日はガエルさんとの取り組みと、あともう一つ、ハーフタイムさんとの取り組みについてお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スピードリングジャパンの服部と申します。ガイアル事業責任者をしております。はい、これスライドをお願いします。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとガイアルについてのちょっと説明の方させていただきたいと思います。ガイアルとは、新しいスポーツ観戦の形を提供するリアルタイムスポーツ実況アプリになります。従来、会場で、ただ見るだけだったスポーツ観戦に自分好みの、実況や解説、例えばどんなルールなのか、どんな選手なのか、今のプレーの何がすごいのかっていうところを、取り入れて、より選手や試合内容を楽しんでもらうためのアプリになっております。すみません、スライドを1個ちょっと先行っちゃってます。ありがとうございます。特徴ですが5つ挙げさせていただいております。1つ目が配信にタイムラグがないという点です。こちらフェンシングの太田由紀会長にも実際に視聴していただいて、タイムラグがないという点で取り入れていただいた実績もあります。2つ目なんですけども、チャットでの双方向のコミュニケーションができます。従来、実況というのは一方通行になりがちだったんですけども、こちらチャットを使って質問をすることによって、分からないことをその場で音声で聞けるというようなシステムでございます。この2点に関しては後ほど佐川さんにちょっと触れていただきます。3点目が、導入費用になります。こちらは完全無料でやらせていただいております。で4つ目、CRM 情報の取得が可能となっております。で5つ目、大きな機材の方必要となっております。こちらスマホとイヤホンマイクのみで、実況の配信の方が可能となっております。以上が特徴となっております。で費用も無料となっておりまして、機材も、いらないというところで、導入障壁というところは非常に低くなっているかなと思っております。で様々な、サッカー以外のスポーツでも活用いただきたいなと思っておりまして、一番上に書いてあるんですけども、スポーツ界の音声のプラットフォームとして、頑張っていきたいなと目指しているようなアプリになります。少しでも、興味を持ってくれる団体やチームの皆様、例えば音声とコラボをしたいっていう企業の皆様、そういう方がいらっしゃったら、私の SNS かガイアルの公式の SNS にご連絡をいただければ幸いでございます。次のスライドお願いします。こちらがガイアルの基本の構造となっております。今はスマホのアプリとなっております。簡単に誰でもダウンロードができまして、簡単に視聴ができます。視聴する際や、際は、イヤホンを使って、聞いていただけたらと思っております。今後、ウェブ版の、リリースや、コラボ配信機能の、リリース、有料配信、設定などのリリースも、続々リリースしていきたいと思っております。で今回、東京ヴェルディ様には、ホームゲーム全試合で導入いただくことになっております。次回は7月15日、水曜日になりますが、19時から、ヴァンフォーレ甲府戦で、ホームゲーム初となる、導入とさせていただきます。お時間ある方、ぜひ、ご視聴、いただけたらと思っております。取り組みの内容につきましては、佐川さん、ちょっとご説明の方よろしくお願いいたします。はい、服部さん、ありがとうございます。じゃあ私からは、昨年ガイルさんと取り組んだ取り組みについてお話しさせていただければと思っています。もともと我々東京ヴェルディもスタジアムの観戦体験の質を上げていきたいなというふうにずっと考えていました。で特に初めてスタジアムにいらっしゃった方とか、まだ数回しかスタジアムに足を運んでいない、そういうライトなサポーターファンの皆様に対する観戦体験で何か新しい取り組みができないかというところでガイエルさんと出会い、昨年取り組みを実施しました。で特に初めてスタジアムにいらっしゃった方の我々の課題感としては、例えば目の前でファールがあったとき、なんで選手がこけてるのかとか、なぜ試合が止まったのかとか、そういったその状況がなかなか理解できていないという状況がありましたし、選手のことを知らないので、どういったバックグラウンドを持った選手なのかっていうところがなかなか初来場の方には伝わりきれてないという課題がありました。なので、スタジアムでのサッカーの観戦を楽しんでいただいて、そのよりまた次行きたくなるような、そういった体験を一緒に何かできないかというところで、ガイアルさんと組ませていただきました。
なので目の前の試合を見ながらそのテレビ以上の情報を、まあ、一緒に同時進行で、まあ、入れることによって新しい観戦体験を生んでいけないかというところが取り組みのきっかけになります。で去年ですね1試合、導入をさせていただいて、まあ、の3つ、いい効果がございました。でまず1つ目は新しい観客を取り込むことができた。でこれがどういうことかといいますと、まあ、ガヤルさんとこういったその実況観戦チケットというものをアナウンスさせていただいたときにそれを見てご興味を持っていただいた初観戦の方をまあ獲得できたというところがまず1つ目ですね。で2つ目はもともとうちのサポーターの方にまあインタビューをしたところ、普段はダゾーンで観戦で手元にスマホを置きながら音声を聞いて試合観戦をしていたというふうにおっしゃっていたんですが、まあ、結構そのタイムラグがあるのでリアルタイムで情報が得れなかったとおっしゃっていた方がいらっしゃいました。ただガヤルさんのサービスは本当にリアルタイムで情報を入れることができるので全くストレスなく見ることができたといった声もいただくことができました。で3つ目はさっきもご説明ありましたけれども、そのチャット機能がついているので実況者の皆様と、まあ、コミュニケーションを取りながら試合観戦ができるというところなので、まあ、誰かと一緒に観戦している体験というものを生むことができたのかなというふうに思っています。まあ、ここの実績をもとに今シーズンのホームゲームすべてに導入していきたいなと思っています。あとすみません、時間があと3分なので早く行かせていただきます。でここはハーフタイムさんとの今取り組みで新しいことをやっています。で一言でいくと副業でのスポンサーセールスチームを我々はハーフタイムさんと組んでやっています。J リーグクラブ側としてはスポンサーセールスってやはり大きなスポンサー収入売上の軸になるので、もうさらにここを拡大していきたいと思っているものの、なかなかその人材の採用であったりとかチームを大きくしていくということが難しい状況がありますと。まあ、ただそのスポーツ業界外の方でも間接的にスポーツ業界に関わっていきたいという方がたくさんいるなというふうに私も肌感覚感じていたので、ではもう転職するという形ではなくて副業という形で一緒にクラブチームとビジネスを作っていかないかというところでハーフタイムさんと、組ませていただいて、まあ、今5、6人ですかね、我々の副業セールスチームという形で一緒にスポンサーセールスを我々やっています。で、まあ、ベルディの営業のスタンスとして、まあ、カタログを持っていく営業っていうよりもどちらかというとその本当にお客様が何を考えているのか、どういうことを困っているのか、何を実現したいのかっていうことを、まあ、ヒアリングさせていただいた上で、まあ、一社一社ソリューションを作ってご提案をしていくという営業をしていますので、まあ、そういったビジョンに共感していただける副業セールスチームの方とともに今、活動を進めております。はい。で、まあ、ベルディって本当にいろんなキーワードがあって、まあ、伝統もありますし、まあ、その J リーガーを一番輩出しているクラブでもあるので人材育成をしているとか女子のチームを持っているのでダイバーシティの推進とかもいろいろあるので、まあ、そこのキーワードで引っかかった会社様を、まあ、一緒に見つけていきましょうということで活動をしています。まあ、こういったところですね。まあ、なのでうまく線引きをしてそのある程度決済者に会えるだったりとか予算化が握れているっていうような会社さんをご紹介いただければ、もう我々があと全部クロージングをしますという形で住み分けをしてスポンサーセールスの、はい、プロジェクトを進めているという形になります。まあ、なのでまあ、我々のまあ思いとしてはいろんな会社さんにサッカーチームと一緒にパートナーシップを組んで楽しんでもらいたい、さっきのガヤルさんの事例のように一緒にビジネスを作っていきたいということが一番重要に考えているので、まあ、そういった取り組みを一緒にされたい方はぜひハーフタイムさんとともに我々も副業セールスチームとして進めていきたいと思いますし、今日いろんな企業様いらっしゃってると思うので何か一緒にスポーツビジネスを楽しんで作っていきたいという方がいらっしゃいましたら、我々いろんなことができるクラブなのでご一緒できれば嬉しいなというふうに思っております。すみません、駆け足になりましたけれども本日どうもありがとうございました。